です。エイトさん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。かっこいい。エイトさん。エイトさん。はい、エイトと言います。なんでエイトさんなの？まあ、僕ダンスをしてて、してるんですけど、そのダンサーネームが一応エイトっていう名前で。おう、どんなダンスなんですか？ブレイクダンスなんですけど。だけあ、そうです。頭で回ったりとか。はい。車。さあ、車に教えてください。エクストレイル T31 型に乗っております。はい、はい、これもう名車ですよね。そう、ごつい。これもう実はこのコネクストレール、これ前のモデルなんですけども、はい、2台乗ってました。あ、そう、あのベージュ、そして白に乗ってるんですよ。よく知ってるんですけども、エクストレールってこんなでかかった？いや、だからこれね、全然違う、僕が知ってるエクストレールじゃないですね。エクストレールってこんなでかい？一応リフトアップコイルとリフトアップスペーサーでダブルで上げてます。そうですね、フロントが、リフトアップスペーサーが、はい、30mm、うん、でリアが 40mm 入ってます。でコイルで一応 1.5 インチアップを両方してて、はい、あとタイヤ線でちょっと上がってるんで、でかいよね、はい、でこのフェンダーをつけて、あ、そうですね、オーバーフェンダー、うん、はい、それもこれもね、はい、グッドリッチして、これも違うんだよね。あ、そうなんです。これもともとないよ。ジムニーとかがよく最近つけてるんですけど、割とオートバックスとか、うん、そういうところで買いに買えるような、うん、はい、ものです。だからこの色も塗り替えてるんですか、ボディは？あ、黒は塗り替えてないんです。塗り替えてない、うん、はい。それでキャンプが好きなの？あ、キャンプ好きです、はい。それちょっと見てください、ほら、これちょっと、カンガルーなんかいないじゃない。そうですこれはね、正直言ってやりすぎです。え、これ何ですか？これカンガルー余計。あ、カンガルー余計？オーストラリアのカンガルー余計。カンガルーバンバーって言うんだよね。はい、うん、ぶつかっても打ち返れるように。はい、なるほど。でもこれはいいとして、ここも書いてますよね。これ書いてるね。そうなんです、うん。これはちょっと一応ダミーなんですけど。これはスバルの？はい、いや、違います。模様とダミー用で売ってて。あ、売ってんだ。そうなんです。このなんて必要ないもんね、これ。そうです、必要ないですね。ちょっともう見た目にちょっとごつさを出したくて、一応出して、まあ、ターボついてるぞみたいな。そうですね。で、ここですよね。はい、ここですよね。これ一応自分で塗装してるんですけど、はい、アンダーコートっていうスプレーがあって、はいはいはい、それを吹き付けることによってチッピング塗装風になるんですけど、はい。はい、で、それプラスアルファはこれ、あのサファリの、リップエンブレム。日産サファリの。うん、そうなんです。今ね、絶版だった。そうなんです。なかなか手に入らないんですけど、それをちょっと。よくあったね。だから。ちょっと大変でしたね。楽しんでらっしゃるな。ノーマルはここに日産マークがあるだけだもん、うん、あ、そうなんです。そう、はい、あ、そう、これが今最近フェンダーにやるのも流行ってますよね。流行ってますね、うん、はい、でこれなぜいいかというと、うん、これにすることによって、うん、あの樹脂の部分がしらっちゃけないんですよね。あ、そうなんです、うん、ね、あ、詳しいよね。業者みたい。あのジープなんかもこれ多いですよ。あ、そう、あ、多いです、多いです、うん、はい、あの黒くなっちゃうから、白くなっちゃうんで、ね、あ、そう、でこれここも描いてるし、あ、そうだね、うん、そうです、うん、これは一応ジムニーのスキットバーをスキットバーつけて、はい、つけてるんです、うん、はい、ジムニーの、はい、でここもね、本来はこれないのにこれをつけてね。あ、そうです、ヘッドライトガーニッシュ、はい、して上にね、これまたいいやつつけてますね、はい、あ、ありがとうございます。ね、これなかなかなかったでしょ。あ、これが、うん、セットで1万円で買ってきて、そうなんですよ。安い、えらい、はい、うん、えらい。それを塗装してちょっとよく見せてます、はい、いや、よく見える。で、このライトはつけて、あ、そうです、これもシビエ の、うん、あの結構オールドな、はい、いいですか、中は。はい、はこれ中は、中はそうですね、なんかやってんの、あの、アームレス、センターコンソールですかね。肘掛けとかはあの社外品で、うん、あのつけてるんですけど、はい、あとは OGC さん、エーモン工業さんの OGC の、はい、パーツをメインで結構、うん、肘掛け純正のやつ低いよね。あ、そうなんですよ、低くてこうなってしまうんで、僕も結構長距離悩んだ。あ、悩みましたそうこうなってるから意味がないんだよね。そう、そうなんです。うーん、へえ、か、いや、いいじゃん、はい、いいじゃん、なんかね、エクストレイルはこのモデルが一番いいよね。あ、このモデルいいですね。え、人気ですもんね。ねえ、もう、はい、今のモデルはなんかね、あ、ちょっとつるっとしすぎて、はい、なるほどね、毎日だよね、はい、へえ。お、もう自ら、そりゃそうですよ。ありがとうございます。これは濡れててもいいんだよ。あ、これね、そうなんです。あ、なるほど、へえ、まあ、びしょびしょに濡れた状態でも汚れた状態でも、じゃあサーフィンの方とか ね、そうなんです。エイトさんとお仕事は何してるの？あ、一応
土木関係の仕事で、はい、いろいろ重機のオペレーターしたりとか、はい、重機オペレーターやってんだな、はい、それは収入いいですよ、まあ、ほらキャンプ道具すごい、ここに二重にしたんだ、あそうなんですね、はい、うん、ここって普通はフラットですよね、あそうだよね、あこれでも T サイズで、うん、二重になっているんですけど、実はこれ、うん、あの片方しか本来、うん、あのないんですよ、棚が、あそうなの、はい、二重でしたっけこれ、そうなんです、あそうか、はい、あそう片方しかないの、この車はどうですか評判は、評判ですか、評判はやっぱすごいいい、いいですね、そうですね、だってかっこいいもん、うん、もうこのファッションにさね、ね、このファッションにね、ちょっとストリート的なファッションに合ってるよね、いいですよ、なかなかいいですよ、ありがとうございました、ありがとうございました。ブースチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です、ぜひチャンネル登録お願いします。